陶芸集いと申します。まず1990年に公民館の主催行事で初心者陶芸教室というのが開催されまして、その時に結成されたサークルです。日頃は月2回火曜日にもう千差万別、もう好き好きにやってます。私の基本的な考え方というか、来る人も拒まず去る人も拒まずの状態なんで、体験をしていただいて、その中で自分に合うなと思った方は続けていただければいいかなと思います。はい、私の作品はシノという作品なんです。黄色という色があるんですけども、こういう色ですね、赤いっぽい色で、これと白のコントラストをちょっと狙ったんですけども、うまくいったかもしれないなと思っております。普段はご飯茶碗とか、それからこういうマグカップを主に作ってます。私も当時たまたま羽村の広報で初心者陶芸教室があるよっていう話で申し込んでくれたんですね。それがまあきっかけです。何でもそうなのかもしれませんけど、自分が篠をやろうと思った時がやっぱり25、6年前ぐらいの時なんですけども、なかなかこう先生がいるわけじゃないんで、展示会を見に行ったりとか、そういう中で試行錯誤していくわけですね。だからなかなか思うように自分の上達スピードっていうのは上がらないんですけども、それでもちょっとここまで来たかなと思うと、もうちょっとこう自分のレベル、上のレベルがまた見えるんですよ。だから追い求めるものがですね、だん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 高くなってきてるから、いつまでたっても終わんないんじゃないでしょうかね。子育てしていると自分の時間が取れなくてストレスが溜まってしまいます。何かいいリフレッシュ方法はありますか？いろいろな方法があると思うんですけれども、やはり子育て世代の方と一緒にお話をしながら、相談しながら共感し合えるということが一つの方法かなと思うんですね。そういったことで、あ、自分だけじゃないんだなとか、あ、みんなも一緒なんだ、じゃあ次やってみようかなっていう気持ちで、ちょっとすっきりした気持ちと、あとまた安心
一人だけじゃないんだっていう安心が生まれると思いますので、そういったところを利用していただけるといいかなと思うんですね。またあと行き詰まってしまうこともやっぱりあると思うので、ちょっとお子さんと少しの時間距離を置くとか、そういうこともまた一つの方法かなと思われます。なのでちょっと園では、交流の場としてとことこ広場とか赤ちゃん広場など、あとは1時間ちょっとの時間をお預かりをして、お母さんとの、 その交流を深めるということでお話し合いができるよというの NP などもありますので、また一時お預かりをするという一時保育もありますので、そういったものを利用していただきながらちょっとリフレッシュをして、お子さんとの時間を少しでも楽しめるようになったら嬉しいなと思っております。YouTube でテレビハブラを見てみよう。テレビハブラで放送した番組を YouTube ハムラ市公式動画チャンネルで配信しています。 YouTube ならパソコンやスマートフォンから好きな時に好きな場所でテレビハムラを見ることができます。過去の番組も配信しているので、番組を見逃してしまった時やもう一度見たい番組がある時もとっても便利です。ご利用方法はパソコンの場合は YouTube のサイトにアクセスして羽村市公式動画チャンネルと検索してください。スマートフォンの場合は YouTube のアプリをダウンロードして羽村市公式動画チャンネルと検索してください。チャンネル登録すれば最新の動画がアップロードされるたびに通知が来るのでとっても便利ですよ。ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、あなたも今すぐ YouTube でテレビハムラを見てみよう。歯磨きを嫌がって全然してくれないんです。どうしたら歯磨きしてくれるようになりますか？先生、教えて。なかなかいい方法とかポイントとかってないと思うんですが、嫌がらないお子さんもいると思うんですね。でも嫌がるお子さんを無理に抱えてやるともっと嫌になってしまって、でもまあ少しずつテレビなんかだと、私なんかの時代だと歯磨き上手かなみたいな歌いながらやってみたり、あとは今キシリトールといういいものがありますので、そういうものと並行して上手だね、よくできたねって言って、最後にじっくり磨けなかった時にはそのキシリトールをちょっとご褒美にあげてみて、ちょっと予防してみるとか、それを楽しみにして徐々に時間を長く磨けて、あ、すごいねっていう感じで持っていくのも、今はキシリトールといういい文明の利器がありますので、そことうまく付き合っていくのも一つの方法かななんて私は最近思っております。羽村駅東口徒歩降りて1分、アメリカンダイナーラブームです。ハワイアンのお店をちょっと向こうの方でやってたんですが、このコロナになってもうハワイとアメリカン一緒に合体させてですね、で両方楽しめるお店、そういうものを提供していきたいと。飲食始めて40年近くなりまして、その当時のお客様がちょうどアメリカンダイナーが青春だった頃なんですね。なのでお嬢さんだとかご家族の方と一緒に来られるお店を作りたいということで作ってみました。バーガーの中で一番人気のアボカドチーズバーガー、それをちょっと今回ご紹介したいと思いまして、チーズバーガーにしてアボカドを乗せて、ちょっとうちのトッピングソースかけて
まあ、バーグはもう 100% 牛肉で、バーガーソースなんかはうちが作ってます。はい、なのでやっぱ一つずつ全部手作り。お持ち帰りのメニューなんですが、一応 Uber Eats 出前館を今始めてます。でパンフレットありますので、お持ち帰りの際はお電話1本いただけば用意しとくようにはします。まあ皆様がね、愛される店って言えば当たり前のことなんですけど、地元の人たちがね気楽に使ってくれるようなお店、そういうお店にしたい。羽村の席近くの、北浦酒店です。地元の日本酒を中心に、扱っております。西多摩にね、沢の井、河川、玉島、千代鶴、あと五日市、紀州って5蔵ありますけど、そこの蔵の、まあ、なるべく、まあ、カタログに載ってるものもそうですけど、あんまりカタログに載らないような限定酒だとか、そういうものをなるべく仕入れるようにして、売りたいと思います。今日は、羽村のブドウ 100% で作った、石ワイン、それと、酒のハーブルを紹介したいと思います。羽村で作ったブドウ 100% で、しかもキャンベルアリーっていうワイン専用品種のブドウで作ったワインですね。日本ワインなんでそんな重くはないんですけど、すっきりして軽くて飲みやすいと思います。羽村の根がらみ水田で、あそこで作った、お米で100% なんですけど、羽村には酒造メーカーがないんで、福生の石川酒造、玉島さんに委託して作ってもらってるんですけど、米もそうですけど、水も羽村のお水を持ってって、仕込んでおります。そこまですっきりはしてないんですけど、冷やして飲むとかなり美味しいお酒ですね。面白いのはやっぱりこっちが勧めた酒をね買っていただいて、次に来た時に美味しかったって言われるのが一番嬉しいかな。はい、店頭なんかでもいろいろ発信してますんで、まあ、それを見て限定のお酒なんかを買っていただいて、そこから入ってきてくれるといいかなと。こんばんは、ランナーハムチャンネルの中野です。何やらちょっと楽しそうなお店がありますが、ちょっと行ってみましょうか。ヒカキンさん、ブンブンハローテレビハムラ、どうもヒカキンです。すいませんブンブンブンハロー YouTube、 どうもニセキンです。よろしくお願いします。ニセキンでした。このハムラを、はい、どんどん活性化させたいんですよ。じゃあ存分に楽しんでいきます。じゃあありがとうございました。えテレビハムラさんです。よろしくお願いします。皆さんなんかそう皆さん誰かっぽいんですよ。コンセプトはほとんど本物でやってますんで。阿佐ヶ谷姉妹です。似てる。こちら吉田幸太郎さんです。吉田幸太郎です。そして、はい、山崎雅之さんです。どうもご紹介します。はい、普通のお姉さん。普通のお姉さんです。はい、いきなり4名でお出迎えです。いやー嬉しいですね。こんな有名人の方に羽村市でお会いできる。もうそれをちょっと今日はこれからもっと他にもいろんな魅力どんどんお届けするんで、楽しみです。早速行ってみようと思います。はい、よろしくお願いします。このマルシェの真骨頂の真骨頂ですか。はい、真骨頂これを見ないと帰れないです。何ですか。エンターテインメントショーが始まりますんで。はい、ちょっとじゃあその待っててください。僕司会進行やってきますんで。エンターテインメントショー、ありがとうございます。司会進行司会進行なんですかね。ちょっと楽しみですが、エンターテインメントショーちょっと楽しみですね。皆さんどうもこんにちは。お、なんか始まりましたよ。ニセキンさんがステージ立ってます。ちょっと行ってみましょうか。